にちは、みほです。日めくりカレンダーを勢いよくめくったら、カメラのスイッチが入ってなくて、撮り直しました。何事も確認が大事だなと思いました。今日のお昼ご飯はこちら。またまた賞味期限が今日までの食材、ハムがあったので、急いで使っています。目玉焼きを乗せて、美味しく出来上がりました。そしてもう一つこちら、野菜ジュースなんですけれども、なんと、こちらも今日が賞味期限ということで、急いで飲みました。部屋の中が30度以上あります。暑い。午後になってからイラストレーターの授業を受けました。昨日4時間やると言って2時間しかできていなかったので、今日は残りの2時間を頑張りました。受けた授業には丸をしていきます。そうしないとどこまで受けたか忘れてしまうからです。ああ、眠かった。今日の晩ご飯はこちら。さっき電気屋さんに行ってきました。数日前からオーブントースターが欲しいなと思って、パンを美味しく焼けるオーブントースターがあったらいいなと思って、そういうのを見てきました。それと同時に、うちに電子レンジがあるんですけれども、ターンテーブルじゃないフラットのものがずっと前から欲しくて、そちらを購入してですね、あさってぐらいに届くんですけれども、楽しみです。料理の幅が広がるんじゃないかなと思って、まあそんなこんなで電気屋さんの帰り道、デパ地下を通りましたら、まあなんと立派なお弁当がお安くなっていまして、夕方なので 20% オフになっていて、美味しそうだなと思って買いました。最近自炊を頑張っていたので、今日ぐらいはいいかなと思って、いただきます。じゃあ今日はこの辺で、バイバーイ。